勇気を振るって彼女をドライブに誘った。親父さん本当顔怖いよね。そう、でどこ行くの？まだ考え中。君は本当迷うタイプだよね。でもとりあえず前には進んでるよ。私ね、一人暮らし始めるんだ。へえ、親父さんよく許してくれたね。ショック受けてたよ。俺たちを捨てるのか。はあ、私も新しい生き方見つけなきゃ。君みたいに第三のエコカーを選びませんか？ダイハツから